こんにちは、りょうです。皆さん、そうです、今私は八番ラーメン津田島店さんに来ています。こちら八番ラーメン津田島店さんの SNS X で私はあるものを見てしまいました。期間限定で発売されているトッピング鬼辛閻魔についてなんですけど、そちら鬼辛閻魔を完食した完食者の方には完食証明書がもらえるということです。私は以前八番ラーメン津田島店さんで鬼辛閻魔のチャレンジ、激辛チャレンジして完食したんですけど、私はまだ完食証明書をもらっていません。なんとしても手に入れたい、そして私の事務所に飾りたい、完食したという証明を手に入れたいということで、今回はまたさらにパワーアップして鬼辛閻魔チャレンジして、そして完食証明書をいただいて帰りたいと思います。番外編、完食証明書もらえの巻、もらうぞ。皆さん、再び八番ラーメンさんに来ました。前回私がこの鬼辛閻魔にチャレンジした動画は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いします。そして八番ラーメンさんの SNS などもチェックよろしくお願いします。こちらですね、今回私はこのマーラー辛麺にピング鬼辛閻魔を、前回私2×2トッピングでやったんですけど、今回は前回を上回るために3×3でチャレンジしていきたいと思います。今回は激辛チャレンジというよりかは、この完食証明書をいただくための番外編の企画となるので、とにかくかなり辛いです。本当に辛いです。頑張っていきたいと思います。お待たせいたしました、マーラー辛麺の鬼辛閻魔です。ありがとうございます。食べていきたいと思います。いただきます。まずはやっぱりこのままいただきます。この時点でも辛い、全部入れていきます。
鬼辛エンマ3倍にして食べてるんですけど、辛すぎてさあやっぱり。お冷やいただいてもいいですか？すみません、ありがとうございます。めちゃめちゃ赤いですね。めっちゃ寒い。すみません、ありがとうございます。アイスクリーム食べます。いやバニラと抹茶どちらいいですか？新幹線。抹茶で。すいません。ごめんなさい。ありがとうございます。打ち直し。すいません。ありがとうございます。どうも。やっぱり感謝の証明書もらうからでは、これを一気に食べて食べたいと思います。皆さん、やりました。いつもお世話になっている八番ラーメン面島店さんのレジの横に、この期間中ですね、発売期間中6月末ぐらいまでは、この鬼辛エンマの完食証明書、私の名前入りのこの証明書がレジの近くに貼ってあると思うので、ぜひちょっとお店に行かれた方は探してみてほしいなと思います。他にもこの鬼辛エンマ完食者がいるということで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてほしいなと思います。皆さん、ご覧ください。こちらが八番ラーメン面島店玉島店さん限定の鬼辛エンマ完食証明書です。今年新たに登場した鬼辛エンマ、面島店玉島店限定で鬼辛エンマ完食者には完食証明書がプレゼントされるということで、再度挑戦し見事いただくことができました。
八番ラーメンさんの激辛チャレンジは今回で2度目になるんですけど、前回よりもさらにグレードが上がっていてかなり苦戦しました。なので完食までに約1時間かかってしまったんですけど、無事チャレンジ成功。八番ラーメン史上最強の敵を倒した証明をゲットしました。ありがとうございました。八番ラーメンさんでの激辛チャレンジは昨年2023年に初チャレンジし、今回を含め計6回の撮影をさせていただきました。八番ラーメン津良島店の店長さんをはじめ、本社の方々、そして従業員の方など、たくさんの方のご協力があり、私のパズってチャンネルを盛り上げていただき、本当にありがとうございました。おまけに完食証明書までいただいちゃいました。もしまた新たな新メニューが登場しましたら、ぜひチャレンジさせていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。今回私がチャレンジした野菜マーラーラーメン、マーラー辛麺は6月末まで販売とのことなので、まだ食べてないという方、ぜひ食べてみてください。そして激辛好きな方、トッピングの鬼辛エンマをプラスして完食証明書ゲットしましょう。ぜひ気になる方は八番ラーメンさんに足を運んでみてください。本編中でもお伝えしましたが、過去の八番ラーメンさんでの激辛チャレンジの動画は概要欄に URL を貼っているので、よかったらチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。鬼辛エンマ倒したぞ。まだまだやるぞ。